はい、グランプラスの周りどういう風になってるかっていうのをちょっと見ていきたいなと思って今日は街に出てきました。グランプラスの中心街を通りながら周りはどういう風になっているかっていうのを見ていきましょう。こういう風な街並みがいっぱいこうずっと連なっています。そこの中にはワッフル屋さんがあったりとか、靴屋さんがこんなおしゃれな普通の靴屋さんがあったりとかあります。本当にこうブランド品のですねショップから怪しいお土産屋さんとか、こういうおしゃれな、ここはケーキ屋さんですかね。すごい綺麗な絵のついたケーキがいっぱい並んでおります。こっちに入ってくるとちょっと静かな道に入ってたんですけども、レストランですよ。そしてこうやってショップですね、お土産屋さんが並んでたりとかいっぱいあります。お土産さんは本当にちょっとアムステルダムと似てて、なかなかちょっとなんか買いたいなっていうものがあったりとかないんですね。あ、開けてきました。ベルギーでですね、目の前にこれ、あ、見えるかな、エクスプレスっていうのが黄色い文字でこう書いてるんですけども、これって実はスーパーなんです。すごいここら辺のベルギー、ブルセルのスーパーって日本のイオンやマックスバリューみたいな大きな店舗っていうのは構えてなくて、小さな町の中にちょこちょこと点在しているもんでございます。一つね、僕が気になってる店があるんですけども、ここのベルギービールやったベルギービールって書いてます。ベルギービール専門店に扱ってるお店があるんですけども、ちょっとですね帰ることを考えると全部瓶しか売ってなかったので、あとカバンの中も場所を取ってしまうし、ちょっと今経営しているところではあるんですけども、お、中心街のグランプラス見えてまいりました。ここが入り口です。もう見慣れたような感じの風景ですね。ここをまっすぐ突っ切って見ていきたいと思います。